誕生日にあたり、大勢の皆さんからこのように祝意を受けることを誠に嬉しく思います。今年も残念なことに各地で災害が起こり、これにより家族や親しい人を失い、あるいは被害を受け、今も不自由な生活を送っている人々のことを思い、深く案じています。冬至が過ぎ、あとわずかで新しい年を迎えます。明けてくる年が皆さんにとり明るい良い年となるよう願っています。皆さんの健康と幸せを祈ります。